はい、ブンちゃんゲームチャンネルのブンでございます。メダル女学園の前に来ています。メダル女学園のクエストを一つクリアしたいと思います。ただいま、ここにいます。校舎の入り口の前ですね。この前にね、ちょっと厳しい先生がいるらしいんで話しかけてみましょう。そこのあなた、はい、我慢の限界って、紳士は品格が必要ですって。普通じゃないよね、今はね。キスしたくなるから魅力的な男になってごらんなさいと。私のお眼鏡にかなうと思ったらここに戻ってきなさいと。マリンヌ先生の生活指導、報酬はトレビアン衣装のレシピ。はい、依頼いきます。魅力を上げなきゃダメなんだね。はい、最高の装備を選びますと。多分これじゃダメだろうな。わかりました。もっと高級な装備をね、身につけてから戻っていきたいと思います。ちょっと久しぶりに戻ってきました。バッチをね、装着してだいぶ魅力上がったんですけどね、まあ、こういうのを着てみましたね。これで魅力が314になりました。こんだけあればいけんじゃないかな。さあ頼みますよ、頼むよ。はい、お眼鏡にかないますか。魅力的な紳士になりましたか。はい、審査してくれ。え、普通、嘘、頑張ったのに普通。うん、自分に合った最高の装備を選ぶのです。プラチナソード、プラチナシールド、プラチナヘッド、プラチナメール、ロイヤルちゃんもおしゃれなベルト。この要はプラチナシリーズで攻めてみました。ちょっとさっきよりね、魅力は低いんですけど、これでどうだ。はい、ダメ、全然ダメ。もしかしたらパレードの服でいけんじゃないのか。これどうだ。奇跡の剣にプラチナシールドプラス2にサタンヘルム、それはそのままね。パレードの服、これが効いてるかもしれない。ロイヤルチャームね、ヴィーナスの涙、そして魅力は416。これでどうだ。これでダメならもう無理ですが、これ、お、ですが、これ、お、ですが、これ、お、なんだ今のポーズは。審査してくれ、頼む。お、やっとクリアできた。いらないよ、キスなんてよ。やっと出れた。だいぶ時間かかったな。多分このパレードの服は効いてんや。これ気づかなかった。トレビアンの衣装のレシピを読んだ。トレビアンスーツ。トレビアンスーツって何や。はい、マリンヌ先生の生活指導クリアです。トレビアンクラウンとトレビアンスーツ。なんだ、うわ、なんだこれ。芸人が着るのか。もう今ちょっといらないけどね。あ、結構、見た目が変わるのか。ド派手の服、芸人用だね。はい、ということで次のクエストも頑張ります。チャンネル登録お願いします。ほな、さいなら。